できないなんてね。わざわざ今日閉めてないんじゃないですかね。閉めてるって。今日もいいな。小言ですが。何だ。これだけならよ。私一人の引き手だから。わしけんだら引き手に悪い。ご自分の椅子を私たちの心に過ぎます。この程度の仕事にこなせないのでは教師失格です。それでは、ちょっとあなたのお前、いい加減にやるよ。本当に何が荒めの嫌がらせか。私はお前のくだらねえ話をのんびり聞いて